皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。今日はレントラーと一緒。こっち向いてくれない。あ、来た。遅くない？ごめん、怒って。はい、ということでいきましょう。図鑑の登録なんですけど、今日はまだ出てません。194しかいない。そして天気見ると、見てください、レントラーがしかいないけど、今レントラーしかいないけど、ここ行けるところがありました。早速ですね、行ってみましょう。多分いると思います。コリンクとレントラーしかいないんですよ。ご存知の方多いと思います。間がいない。一進化目も別口でゲットしときたいんですよね、せっかくなので。コリンク育ててもいいんですよ。いいんだけど欲しいじゃん。ということで見に来たんですが、ここもしかしたら、ここもレントラーしかいないかもしれない。嘘。レントラーしか出ない？だってさ、間ってさ、間っていない？あ、そっか、もともと電気タイプのポケモン出るところだからかな。いなくね？待って、いなくない？おかしくない？いや、おかしくはない。うん、おかしくはないよ。ねえ、いないよ、どうする？ちょっと違うポケモン当たってみますか。レアコイルいたかな。シールド版はね、レアコイルゲットしたの覚えてるんですけど、ソードは覚えてないんで、なんかいなかった気がします。多分コイルはいるけど、いないんじゃないかな。とりあえずね、図鑑登録完了させたいので急ぎましょう。あとね、1ヶ月ぐらいしかないと思うんだよね、冠の雪原まで。多分わかんないけど秋リリース予定なので、秋といえば9月10月11月は、もうね、多分ね、私の中ではもう冬なんですよ。なので多分10月なんじゃないかなって勝手に思っちゃってるので、なんとかですね、なんとか終わらせたい。そうです、6月からリリースがあってから、ここまで長く残していたのは私のせいなのですが、終わらせたいのです。ということで早速取りに来ているのは違うポケモンだったんですけど、これだったら何匹かね、今日ゲットができると思うので頑張ろうと思います。そんなにあれだったのかな、いなかったのかな。もう一回できる？もう一回ちょっと怪しいよね。どうしようかな。ボルトチェンジだったら若干なんじゃない？やばいか、ロックオンされてると。私ね、ルクシを探しに来たんですよ。シールド版だと、コリンクとルクシオとレントラで、多分ね、3種類そのままゲットができてたんですよね。なので、今日の天気だったら、雷雨があるからいけるんじゃと思ったんですけど、いなかった。なので我慢します。普通に進化させればいいんですけど、コリンク今捕まえてる子を進化させれば確かにありなんですけどね。できればね、ルクシオが野生にいるところも知ってるから、そっちでゲットしたいなということで意地を張ってる状態ですね。早く図鑑登録したいんだったら全部進化させろって話なんです分かってるんですけど、せっかくだからなと思って、野生で捕まえられる子はね、野生で捕まえとこうと思います。はい、まずはレアコイルです。磁石ポケモン3匹のコイルが連結した強力な電波を放ち、周りの様子を観察する。レアコイルが近くにいるところだと結構いろいろ見られてるって感じですね。で、次のポケモン探しに行きましょう。こういう時はポケモンの巣見に行きましょう。もしかしたらイベポケじゃなくて、レアスじゃなくて新ポケでいるかもしれない。持ってない子がいるかもしれない。金肌にはちょっと当たってもらって確認しましょう。イベント数だったら放置します。クレッフィーだー、この前ゲットしたんだけどな。これでも行きたいな、クレッフィー。ちょっとインターネットにして、シールドでも欲しいのでつけてきます。
よろしくお願いします。クレッピー人気だね。というか今持ってるクレッピーが持ってる鍵ってどこの鍵なんでしょう。家の鍵、宝箱の鍵、車の鍵みたいな。あ、自転車の鍵かもしれない。なんて思いながらやっていきましょう。一応、まあまあ大丈夫かな。普通に連れてきちゃったんでそのままやっていこうと思います。あれ、色違いの子いないねえ。ゲロゲロって言っちゃった。ねえ、ガマゲロゲ色違いじゃない、これ初めて見た。すごいね、ちょっとグリーンなんですね。だってあの背中のポッチの色違いますもんね。本当はほら水色、薄めの色だと思うんですけど。ゲロゲ、びっくりしちゃった。そうなんだね、すごいね、初めて見た。あとリザードも黒だね、今更だけど。みんなすごいな。リザクロとゲロゲ色違いとか、びっくりする。ちょっとあのお二人、ダイマックスお任せしましょう。どっちかもやってくださったら色違いの子ででかくしてなるから見てみたいので、ちょっとエース番の今番だったんですけど、普通に技選択しました。もしかしたら、もしかしたらがあると思うよ。どうかな、これで半分。なんかバリアが5個だと結構硬いから大変ですね。うん、大変。イカサマされてる、やばい。リベロ大丈夫かな。ドレインキスも、狙われすぎじゃない。でもちょっとだけだね、やってくれるかな。ドキドキするね。ぜひぜひダイマックスしてほしい。やったー、ありがとうございます。これは嬉しい。色っちで初めて見るよ。ほらー、迫力あるね。かわいい、かわいい、いいもの見せていただきました。ありがとうございます。よかった。 お願いするとかね、ポケモンに関してはチャット欄とかないので気持ちを飛ばして伝えるしかないですよね。念じるみたいなことしかできないけど、嬉しい。おー、やっぱいいですね。自分が持ってなくて他の方とこう協力してるから見れる光景なので、かなり嬉しい。ありがとうございます。いいもの見せていただきました。ハイパーボールでいいかな、リピートの方が良かったかな。シールドはリピートにしておきました。リピートボール一応ソードも持ってるし、この前ねクレッフィ捕まえてるのでいけるんですけど、なんとなくハイパーにしちゃいました。良いのか。でも時間帯的にダークボールではないけど、洞窟の中だからダークもありだったかもしれない。でも入りそうな予感がする。ありがとうございます。あ、よかった。いや、はじめましてですね。あ、ちょっと見るの忘れちゃったんで、ちょっとソードで見ますね。アイアンテール、ジャイロボール、ラスター化の持ちでございました。強さ見る、やってみますか。特性マジシャンでしたね。いや、なんかレントラに申し訳ないことしてる、ごめん。いや、ここ来れなかったんだ。逆サイドですごい走ってくれてて、あ、来た来た、ごめんね。今他のポケモンで多分今日の天気でもいるだろうなっていう子を発見したので
図鑑登録もう一匹ねいけそうですね。じゃあゲットしに行こうと思います。で誰かというと、ヒガナ、シガナといえばあのポケモンですね。多分いつもいる気がするので、洞窟にいる気がする。ファイトケイブ、いた、こっちにいるんだよ。あ、ごめんごめん、こうならせてる。これゴニョニョがいなかったと思います。多分なんですけど、やっぱいなかった。ちょっと確認しながら図鑑登録しないといけないぐらい少なくなってきたので、一匹ずつね確認しようと思います。どうしようかな、ドコーム進化させる方がいいのかな。はい、ゴニョニョささやきポケモン、鳴き声は100デシベルを超える音量、近くで鳴かれると1日頭痛が収まらない。洞窟の中で鳴かれたら反響してるからかなり被害がでかくなりそうですよね。でとりあえず多分ねいないんだよね。なのでちょっと一匹捕まえて進化させましょう。多分なんですけど、ゴニョニョ第二進化、二進化目の最終進化型は確かなんですけど、野生で出てないはず。出てたらごめんなさい。シールドの時に探したけどいなかった記憶があるので、とりあえずねクイックでゲットして、この子をレベル進化だと思うから進化させましょう。なんかそっちの方が良い気がしますね。手持ちに一回入れます。どうしようかな、タルップル、ごめんね。多分ねいなかったと思うんですよね確か。経験飴を20個ぐらい、だから1進化でなんか進化しそうな気がするんだけど、多くない？ 20 個入れたの多くない？なんか多かったよね。ちょっとやっちゃったかもしれないな、これ。はい、爆音具、騒音ポケモン。昔の人は遠く離れた町同士の連絡方法に、爆音具の大声を使った。これ内緒話できないやつだよね内緒話全くできないじゃないか、みんな聞こえちゃうでしょ。そういうことだよね。へえ、ドコームの使い方ってどうなんだろう。なんかいろいろありそうな予感はするんだけどな。この辺に出てくるポケモンは多分、あ、待って、お姉さんがいる。おお、ここにも出るんだ。ここ初めて会いましたね。3回、前回4回でダメだったから3回3回だけお願いしてみよう。2回目でスプーン壊れた。壊れすぎじゃない？悲しすぎる。壊れすぎじゃない？次、砂漠抜けてみますか。なんか捕まえてないポケモンこの辺にいそうな気がしますね。ヨーテリー系は捕まえてるよね。あれ？いた？いたかな？ムーランド。ちょっとね、いたか忘れてますね。どっちも威嚇なんですけど仲悪い。あ、いない、やった。こんなところで出会えるとは。来てよかったですね。
あんまりね、天気に左右されてないポケモンの方が捕まえてないのかもしれない。どうしようかな。ちょっと、ふわ、起死回生。ボルトチェンジして。で、耳打ち持ってるポケモンと変えましょう。カメックス。だいぶ進んできましたけど、なんか遅い。シールドの方がなんかね、うまいこと天気恵まれてたんだなって思いますね。感覚なんですけど、天気に恵まれてたんですね。今更ですが、あの天気が欲しいっていうのは来ないです。特に霧、本当に少ない。ハイパーボール、いかがでしょう。よし、ムーランド。寛大ポケモン。人と暮らすのが好きだし、野生で捕まえても3日も経てば人に懐くようになる。素晴らしいよね。懐き度上げやすいんだっけ、ムーランドって。今の説明文だとなんかそんな感じのイメージですよね。よし、では洞窟抜けしましょう。砂漠にいるかな、うまいポケモン。なんかこの辺のはなんか全部捕まえてる気がするんですけどね。あー、出てないかもしれない。マッシボン、かわいいな。いないよね、目黒子ぐらいしかいないもんな。いやー、もう多分いないんだこれ。残念なことに今日の砂漠はみんな持ってる。あと5匹もいるんだここまたね、探しておこうと思います。はい、ということで、今回で一応図鑑が結構進まった、198まで来ました。まだまだなので、進化させるのか野生で捕まえるのかちょっとね、精査しながら埋めていきたいなと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!